はい、どうも皆さんこんにちは、谷間のジャーです。今日はミックスの、カットの方をねやっていきたいなと思います。まあ、ミックスちゃんなんでね、マルチーズとプードルだったと思うんですけど、まあ研修じゃないな、まあ、個体差がすごくあるので、まあ、作るのがね一番難しい、種類というか、まあ子たちだと思うんですけど、この子はね、まあ、マルチーズに近いかなとも思うので、顔の方を丸くカットしていきたいなと思います。なのでまず目頭を切っていきます。こうですね。で、目頭を切った後はこっちのね、もちろん目頭を切ってあって、まあ、カットする前に、太い毛の、ほとんどは先に切ってあります。ハサミが傷んじゃうのでね、先に切ってます。で、その後耳の前を僕は先に取っちゃうので、ここね、ちょっと詰まって入っちゃうところを先にきれいに取って、僕はこうね、なんていうのか、終着点じゃないですけど、僕のカットの、基盤というか、なんていうんですかね、ベースになる位置ですかね。顔のカットをするときに必ず、ベースになる部分が あると思うので、どのカットでもそこをねまず見つけていただいて、カットし始めるとやりやすいかなと思います。なのでベースを取って、場所がね、決まったらそこに向かって、切っていけばいいので、まあ、そんなに難しいことじゃないのかなと思うんですけど、この子今結構伸びているので、仕上げでまず、ある程度の形をまず出します。で、僕の場合は仕上げで、8割くらいの大きさですかねにまず、形を取ってあげてから、すきばさみで微調整を行って、仕上げていきます。で、後頭部を、大きさを決めるときにね、後頭部を先に切っておいた方が、この前のあたりを切りすぎなくて済むので、気をつけてやってください。まずトップを、後頭部切ったらトップの高さをある程度決めていいんじゃないかなと思っているので、その位置を切ります。
円左右の長さある程度、形がこうこれぐらいかなっていうのが文字見えてくると思うので、よいしょ、最初からすきばさみでやってるんですけど、それか1ヶ月に1回とか、来てる人、3週間2週間に1回来てる人でしたら、最初からすきばさみでもあまり長さを変えなくていいので、やり始めていいんじゃないかなとは思います。でこの子は、2ヶ月ぐらいかな、なので、ちょっと、仕上げてある程度こう形を取ってあげてからカットをしました。で、スキマスを見て、ちゃんとねこの形を取っていくように思います。ちょっとねインスタではアップしてまして、スキバサミをね新しく、今までは学校で最初に買ったハサミをずっと使ってたので、ちゃんとしたいいハサミをね使うのが初めてになりますけど、切りやすいですね、やっぱりいいハサミは。やっとこう鳴らしが終わったので、ハサミの鳴らしがね終わったので、ようやくこうカットに使えるように、ちゃんとね使えるようになってきたので楽しいですよね。今までハサミのどこがいいですかっていう質問結構いろいろあったんですけど、あんまりこう僕の中で納得してこのハサミですよって言えなかったんですけど、これはいいかもしれないですね。まだこう体に馴染んでないかもしれないですけど、でまあやっぱり球を作るイメージで、手首をうまく返しながら、奥行きもねどこまでを買おうとするのかというか、よく見ながら、ちょっと中で最終的にはこの耳の前のところで、輪郭がつながるように切っています。で気をつけたいのはやっぱりすきばさみでもハサミの向きは、気を使っておいた方が、こういう直毛の子とかはハサミの跡が残りやすいので、ハサミの向きは、すきばさみでもなるべく毛の流れに合わせて切ってあげた方が仕上がりが綺麗なんじゃないかなと思います。で、最初仕上げはねこういろんな方向からこうバサバサ切っていたと思うんですけど、僕はすきばさみでこう慣らしていって、形が整うっていうイメージで、ちょっと大きめに切っていくので、粗切りの時は仕上げでねパサパサ切っちゃっても全然問題ないと思います。こんな感じですかね。あとは口周りのところで、ちょっとこう
この部分がね、丸みの、丸みじゃないな、角がちょっと気になるところとか、少しずつこう調整して、切ってあげると、蓋をしたんですね。柱のあたりが甘いので、もう一度ちょっと切ってあげて、こんな感じですかね。やっぱり全体的に、手首をうまくこう返しながら、切ってあげることが大切なんじゃないかなと思います。なのでミックス系の場合はやっぱりこう毛の流れが、純血に比べてこうバラバラな子も多いので、よく注意して、毛の流れを見ながら合わせて切ってあげられるといいんじゃないのかなと思います。はい、こんな感じで今回のカットは終わりにしたいなと思います。はい、ではまた別の動画でお会いしましょう。またねー。